どうぞ。失礼します。お座りください。よろしくお願いします。弊社を志望した理由をお聞かせください。こちらの音声で撮ってまいりました。それでは聞いてください。プラプラ部、おはよう。ゆこです。さなまるです。さごくんです。イエーイ。今日はですね、録音したものだけで面接という企画をやっていきたいと思います。イエーイ。なんじゃそれ。あらかじめ、はい、音声を録音しておきます。はい。で、その音声を使ってでしか会話ができないという企画になっております。どんな企画やそれ。だから相手がどんなことを言ってくるかっていうのを予測しながら音声を取るっていう。なるほどね。ふざけてもいいの？ふざけてもいいの？どうぞ。面白いことやってくれるのかな。いやいや、怖い怖い、ハードル高い。あ、こんばんは。やめろってやから。シチュエーションは2つあって、まず1つ目は相手の面接、うん、そして2つ目は警察の取り調べっていうシチュエーションでやっていきたいと思います。おー、はい、ということで、じゃあまず録音からやっていきましょう。イエイ、始まるよ。はい、それでは早速録音していきたいと思います。よし、できました。完成。めっちゃ面白いと思います。じゃあちょっと次呼びたいと思います。はい、さなまるです。バイトの面接受ける側ということで、多分絶対お名前はどうぞって絶対言われるんで、火星から来ましたさなまるですみたいな感じのを1個入れようと思います。ということで、私は今回この15個でいきたいと思います。お次の方に変わります。はい、では私タコくんの録音でございます。どんな感じで撮ってるんやろ。はい、ということで撮り終わりました15個。まあ、エポポがなんとかしてくれるでしょう。プラプラブ。はい、ということで皆さん録音できたでしょうか。できました。もちろん。お、楽しみです。それじゃあ早速始めていきましょう。いやい。それでは5分間測ってやっていきたいと思います。よーい、スタート。どうぞお入りください。いらっしゃいませ。タコンバンは。お、ハロー。タコンバンは。趣味は何ですか。23歳。あー、ティラノサウルス。お帰りください。ありがとうございました。火星に帰ります。ふざけんなよ。ゴリラ、ゴリラですか。じゃがいもです。調子乗ってんじゃねえよ。ちょっと副店長、どこ見てるんですか。すみません。何見てんだよ。今日のパンツは何色。大根がいいかもしれないですね。ゴリラの大群がやってきたのでお家に帰ります。火星から来ましたさなまるです。へえ、アナゴが好きなんですね。給料はいくらがいいですか。時給1万円ぐらいだったら働いてもいいかなと思ってます。怒らせたいのか。何カップですか。じゃがいもです。たくさんのハンバーガーに囲まれて暮らしたかったからです。怒らせたいのか。ちょっと副店長、どこ見てるんですか。何見てんだよ。あなたにとってバイトとは。遊び心を大切にしたいと思います。どうも、タモくんです。終了。長かった。あなたよ、あなた、あなたが、違う、あなた、ナモ、あなた、ふざけでしかないから会話なってないね。質問をさ、してた、質問を。それでは、5分測ってやっていきたいと思います。よし。よーい、スタート。なんでパンツ泥棒なんてしたんだ。私はやってません。お前のやったことはもう分かってるんだ。あ、それでパンツいっぱい履いてたんですね。やるつもりはなかったのに。なんで我慢できなかったんだ。一応謝ります。ごめんなさい。カツ丼か牛丼、どっちにされます。カツ丼でも食べるか。お腹が空きました。カツ丼は。あ
言いたいことはそれだけか。そろそろ帰ってもいいですかね。反省しろ。やってないって言ってんだろ。さあ、吐け吐け吐け。どうもどうも、タコンバンは。あ、まだ広いか。君みたいなね、人はよくうちにいるんですよね。お名前を教えてください。どうもどうも、タコンバンは。あ、まだ広いか。汗汗。お父さんとお母さん泣くんじゃないですか。そんなことより3人で飲みに行きません？隠そうとしてもそうはいかないぞ。ありがとうございました。あ、隣の人変態なんですけど。どうしてそんなことをしてしまったんだ。お姉さんたち無駄にしてあげようか。ちょっと入ります。ありがとうございました。さあ、吐け吐け吐け。やってないって言ってんだろ。反省しろ。はい。まずあなたはそこで何をしていたんですか。はい。あ、5分です。はい、ということで2つのシチュエーション終わってきました。楽しかった。ちょっとどうでした？ちょっと2個目の振り返りからいこうかな。うん、マッサージマッサージ。マッサージ我慢できんかったわ。マッサージのやつ。どれだ？お姉さんたちマッサージしてあげようか。マジでどこで仕入れてきてんのそのネタ。すごかった。あとなんだっけ、サナマルのなんか面白かったなと。で、そこれ？あ、それはたこ焼きに似てますね。いや、それ出してないやつやそれ。出せなかった。ちょっと1回目の反省を生かして。1回目もカオスだったね、結構ね。1回目カオスすぎたもん。質問あんまされないっていう。言いたいことばっかり出しすぎて。自由すぎた。そう、自由すぎた、あれは。学んだよ。はい、というわけで今回この動画が面白かったなという方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 SNS もやってますのでぜひフォローもよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今日の適当占いの時間だよ。はい、はい。今日のラッキーカラーは茶色。茶色の人はみんなから服装をね褒められるでしょう。知らんけど。じゃんじゃん。